食べ過ぎをリセットする方法をお伝えします。あなたはこんなことないですか？急に、食事会であったり、楽しいランチ会お誘いがあって、ついついハメを外してしまい、食べ過ぎたり飲み過ぎたり、ああもうなかったことにしたい、こんなことないですか？もうその気持ちよくわかります。そこで今からこの動画をご覧いただきますと、その食べ過ぎたことをこう翌日からすぐにリセットすることができますから、食べ過ぎたことをこうなかったことにすることができるんですよ。では今から具体的なその方法をお伝えしていきますね。でそもそもその食事会ですよね、ランチ会、そういったところでこう食べてしまった糖質や脂質です、例えばそうですね、もう本当パスタであったりピザであったり油っこい揚げ物であったり、そういったその、脂肪としてね変わりやすい食べ物がそのあなたのお体の中に入るとですね、一度そのグリコーゲンというものに変わるんです。でそのグリコーゲンを貯める場所があるんですね。それが肝臓とか、筋肉なわけです。で一旦蓄えられるんです。そこまではまだ良いんです。でその蓄えた時にですね、その蓄えるその量がもう決まってるんですね。量、タンクがもう決まってるわけです。そのタンクからこうはみ出してしまったもの、要はこうキャパオーバーになったグリコーゲンが今度中性脂肪に変わるんです。でこの中性脂肪に変わった時にどこにたまるかと言いますと、主に肝臓であったり脂肪細胞であったり、あなたのその血管にですね、中性脂肪としてたまっていってしまうんですね。でここからがポイントです。でこの中性脂肪はその 1,2 週間ぐらい時間をかけてエネルギーとしてその使われなかった時にあなたのお体に内臓脂肪や皮下脂肪としてもう溜め込んでしまうという、このサイクルが太るサイクル、太る原因なわけですね、主な。ですからポイントはこの中性脂肪に代わって臓器にまだいる間、内臓脂肪や皮下脂肪にその変わる前に代謝としてエネルギーとして使ってしまえば、溜め込まずにイコール食べ過ぎたことがなかったことに今することができるわけですよね。溜め込む前にいかに代謝エネルギーに変えれるかというところがポイントなわけです。もちろん毎日毎日食事会で食べ過ぎたらもう間に合いませんよ。そこでポイント3つでお伝えしていきますね。では具体的にこの中性脂肪に変わった時にエネルギー化してしまっていっぱい食べたことをこうなかったことにできる方法が、あるんですね。じゃあ1つ目です。まずは、外食、食べ過ぎもそうですけれども、そのやはり腸内環境にですねすごく負担をかけてしまうんですよね。要するにその腸内細菌のバランスが乱れてしまって、デブ菌と呼ばれる悪玉菌がですねあなたの腸の中で増えてしまうわけですから、そこをまずはリセットするのが先です。そこで食べ過ぎてしまった翌日にはとにかく腸内細菌の喜ぶ食べ物、発酵食品ですね、例えば、納豆、キムチ、ぬか漬け、味噌汁、ヨーグルトなどなどです。こういったものを積極的にとって、まずは善玉菌を増やしてあげましょう。そして次です、水溶性食物繊維をたっぷりとってあげること。これがその痩せ菌の餌になるわけですから、例えば海藻であったり、あのネバネバ系食品ですよね、オクラだったり、山芋であったり、お野菜もそうですよね、をしっかり摂ること。で次にこの、オリゴ糖を摂ってあげましょう。これもあの餌になるものですよね、蜂蜜だったり玉ねぎだったりお野菜には入っています。そして最後 EPA、DHA です、小魚に主に含まれておりますし、また、お魚からではなくてもアマニ油ですとかそういった良質のオイルで、しっかりと摂って差し上げてくださいね。まずは1つ目、腸内環境を良くしましょうでした。では2つ目いきます。次はですね、やはり、食べ過ぎてしまっているということは糖質や脂質を摂りすぎているわけですよね。要は太る原因ですよね。あのこちらは大事な栄養素ですけれども、もちろん摂りすぎたらもう一気にね、太ってしまう食べ物代表ですから、
まずは食べ過ぎてしまった翌日からは、糖質や脂質を控えましょうということなんです。もう完全にですね、太りやすい食べ物といえばもう甘い白砂糖たっぷりのお菓子であったり、まあ、小麦製品、パンであったり、お米、芋類、あと甘い果物やジュースなどはなるべくちゃんと控えてあげて、プラスその脂質も関わってきますから、スナック菓子ですとか、その古い油で揚げたような揚げ物であったり、トランス脂肪酸、植物油に入ってますよね、こういったものを控えていくことで、まずはその肝臓に負担をかけない、腸内環境に、負担をかけないということが、まあ、ポイントなわけです。では次3番目です。まずはですね、食べ過ぎてしまったらもう何が負担がかかっているかと言いますと、あなたの肝臓です。肝臓ってですね、もうすごくよく働いてくれている臓器なんですね。あなたが食べたもの、またお体に悪いものを一生懸命代謝に変えようとして、またその老廃物、有害物質をこうデトックスしてくれる、もうその大工場なわけです。そこがもうとにかくヘトヘトなんですね。食べ過ぎてしまうともう本当に仕事量がもういっぱいいっぱいなのに、これ以上代謝デトックスできないのに、また肝臓に負担をかけるような食べ物、先ほどのその糖質脂質ですよね、を入れてしまうと、もう肝臓がもういかがですか、もうこれ以上仕事を増やすなってもう怒るわけですよね。なのでいたわって差し上げてほしいんです。でそこで肝臓が喜ぶ食べ物ってあるんですね。要は元気にしてあげる食べ物です。タンパク質であったりビタミン、ミネラルが代表的な食べ物で、例えというのはもう本当に簡単ですよ。難しくないです。お魚、卵、大豆であったり、お野菜、海藻類をこうバランスよくとってあげることで、肝臓をまず元気にしてあげないといけないですね。肝臓も筋肉ですから、しっかりその元気なる元を取らないとパフォーマンスが上がらないということなんです。でまたこの肝臓を元気にして痩せる方法を私別動画でお伝えしております、肝脂肪浄化というですね、動画があるんですね。この動画を、ご覧いただいた後に詳細欄にリンクを貼っておりますので、ぜひこの肝臓いたわる、肝臓いたわって痩せる方法の動画もご覧なさってくださいね。さあ以上の3つでした。そしてですね、最後に、プラス、私がマインドについてお伝えして終わりたいと思います。食べ過ぎてしまった時ってこう自分をこう責めてしまったりですね、でまた一度その解禁してしまったその食欲、太りやすい食べ物をこう、まあ、中毒性がある食べ物ですね、甘いものであったり油ものであったり、こういったのはですね、一回食べ出してしまうとこう食欲が暴走して止まらない中毒性の食べ物なんですね。それを分かった上で、せっかくですから美味しいお食事の機会があるときはやはりその楽しんでいただきたいですね。そこでそういったその食べ過ぎるなってこう事前に分かっている状態、もしくは食べ過ぎてしまった時もそうですけれども、ご自分でこうルールを決めましょう。例えばもう事前に食事会があると分かっている日であれば、その日の朝や昼をお休みしたり、いつもの量のまあ半分にしてみたりですね。そしてその代わり思いっきりその食事会ではもう思いっきり楽しんで美味しくいただくということです。また食べ過ぎてしまった時はもうおやつは買わないとか、自分の目に入るところに置かないとかですね、1週間お菓子お休みするとか、そういったこうご自分なりのルーティーン、ルールを作ることで食べ過ぎを予防することもできますし、食べ過ぎた後、中性脂肪がですね 1,2 週間かけてあなたの体にこう蓄えられる前にですね、エネルギーとしてやはりもうどんどん使う必要があるわけですから、溜め込んだエネルギープラスエネルギーを入れたらどんどん太るだけです。ですから、食べ過ぎたと思われたら、今この体の中にエネルギーがあり余ってるということを自覚しつつ、コントロールですよね。もうあれだけ食べたら私はこの 1,2 週間はこれは食べないとか、逆に体にいいこれだけ食べてみようとか、自分でルールを作っていただきたいですね。で、できない日があってもね、もちろん分かります、できない時もある。でもその時はですね、ご自分を決して責めないであげてくださいね。あなたが悪いわけじゃなくて、あなたの腸内環境が悪かったり、中毒性の食べ物で侵されている、味覚がおかしくなっている、そういったことが、まあ、原因ですから、よしよしといたわっていただいて、ご自分のことも。ただ、そのままでは
悪循環ですから、ご自分を責める時間があったら、その代わりにじゃあこうしよう、じゃあ、 私がですね言ってたあの話を取り入れてみようとか、こうどんどん行動に移していただきたいんですね。思ってるだけでは何も変わらないんです。まずは思う前にやってみようです。行動に移すこと、行動に移すからこそあなたの思い、マインドがどんどんプラスへと、良い方向へと必ず変わっていきますから、落ち込まなくて大丈夫ですから、私がついておりますので、繰り返しこの動画、何度も何度もご覧いただいてマインドセットしていただきたいと思います。さあ、いかがだったでしょうか。この動画のお話、あなたのため、そして周りの大切な方々のため、どんどんシェアして差し上げてください。また、この動画役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。